か何聞かれても全部答えられるように構造化するみたいな感じです。これからグループディスカッション企画の撮影です。自信のほどはいかがですか？いや僕以外 MVP ありえないですね、はい、これ使ってない人はもう全員損してます本当に。まあ、ぶっちゃけ全部受かると思ってるんですけど。おはようございます。今日は一橋大学の稲山くん密着ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。でも朝からあれですね、コーヒーなんて優雅ですね。はい、ちょっと優雅にコンビニのコーヒーをいただきます。おしゃれ。どうもです。まあ、今日は稲くんのやっぱサマーインターンガチ勢で長期インターンもガチ勢で全てにおいて超ガチ勢な稲山くんの一日に密着する企画です。はい、恐縮です。おはようございます。おはようございます。静か。今声高くしました。こんなちゃんとスライド更新してるのすごいね。いや、そうですね、まだ2回目なんで。ということで18日の朝会始めます。お願いします。本日の目玉のお題に早速いきます。今回のお題がまだダイアリーに明かしてない意外な一面というところで、まず惜しくも入賞が皆さんここの方々ですね。稲くん今何してるんですか？今明日の面接に備えてガクチカの振り返りをしてます。これすごいね。これで学生時代頑張ったことは何かを振り返ってたってこと？そうですね、自分の学生時代頑張ったことは何ですかって聞かれた時の何聞かれても全部答えられるように構造化するみたいな感じです。困難、反省、結果とかっていうのは自分で項目を考えてるの？そうですね、なんか面接で聞かれたことを思い出したりとかインターネットで調べて自分でピックアップしてみたいな感じ。例えば企画を作ったやつなんですけど、何をやるか決める時の段階での困難と、あと実際に決めた後稼働してる時の困難で分けて、はい、そこから今度何を書くの？細かいところは。細かいところはなんかエピソードをさらに細かくするみたいなところと、なんで困難だったのか理由みたいなところも書いてるやつはありますね。これは自己分析というよりも面接対策みたいな感じなんで。これはガクチカだけやってたの？志望理由のやつも同じようにやってて。すごいね。けどこれはそうですね、すごいですね。例えば上から2段目の企業とかだと、まずなんで興味持ったのかを書き出すってこと？そうですね、なんか志望理由をだいたい大きく4つぐらいに分けて、でそれどういうことって聞かれた時に具体で答えられるようにさらに分解するみたいな感じです。でもこれさ、いきなり志望動機の文章を書き始めるより絶対いいね。そうですね、文章書くとなんか結局それ追っちゃったりするので、なんか要素だけ分解してみたいな感じでございます。志望理由と学知化と、はい、あと他には？学知化じゃないかもしれないですけど、人生史とかは一回やって、マインドマップは就活初期にめっちゃ使ってて、企業が絞られていけば絞られていくほど企業ごとのやつを書かなきゃいけないので、なんかそういった時に文章ベースになってくるからワンノートに切り替えるみたいな感じですね。この将来像の場合はどうやって項目を分けてたの？内向きと外向き、誰かのためにこんなことしたいっていうやつと、自分のために成長したいみたいなやつの大きく2つに分けて、もう具体で言うと、まあ、なんか成果主義の会社だったりとか、複数の能力身につけたいんでキャリアの横に広げられるとか、まあ、なんか予算が扱えるっていうのをなんか丸く言って新しいチャレンジができる環境とか。じゃあ思いついたことをとにかく書いて、それの具体をまた細かく書いてみたいな。 はい、じゃあそこのやり方はマインドマップと変わらないってこと？そうですね、はい、はい、全然簡単にすぐ真似できると思います。ちなみに就活の説明会とか面接とか面談とかもう全部ワンノートで完結できるんで、はい、めっちゃおすすめです。説明会で、はい、とか社員訪問とかで聞いたのはどういうメモしてるの？例えば説明会とかだったら、まあ、スクショ禁止のところはできないんですけど、説明会をスクショを撮ったりとか、どの人が出てきてどんなこと喋ってて、でなんか記憶に残ったものをひたすら打ち込むみたいなことをやってます。ちなみに志望動機ってどうやって作ってるの？志望動機はなんか自分が将来やりたいことの分解して、その要素とその企業が持ってる要素がどうマッチしてるかっていうのを文章ベースで書いていって作るみたいな感じです。例えば将来像が成長したいみたいな軸と、こういうことがやりたいみたいな外向きの軸があって、でそれを例えばじゃあサイバーだったら、サイバーのメガベンチャーとかいわゆる組織風土の成長できる環境っていうのが内向きにマッチしてて、広告事業っていうのが自分がやりたいこととマッチしてるよねっていう感じで話していく。でそれをもうちょっと分解して、なんでそう思うかっていう理由を書くみたいな感じです。これもいろんな企業でやってること？そうですね、はい。で見つからなかったとかは？そうですね、見つからなかったらもうそのまま人事面談とかで行っちゃいます。これ見つかんないんですけど、どうやったら見つけられますかねって言って頑張って見つけたりとか。それでも見つからなかったら会ってないってことで？はい、もう会ってないですね。これからの予定は何ですか？これからグループディスカッション企画の撮影です。自信のほどはいかがですか？いや僕以外 MVP ありえないですね、はい。絶対に結果発表まで打ちさせていただきますので、はい、もちろんもちろん結果発表稲山和樹、うなずくとこまで実際に撮ってください。撮らせていただきます、はい。もう準備完了ですか？大体終わった気がします。
企画書大丈夫そう。あ、企画書忘れてた。でも印刷早く早く。優雅にコンビニのコーヒーをいただきます。おしゃれ。どうもです。これ上から沿っていくんですけど、最初に企画説明で審査員がいることとか自己紹介軽くやってもらって、で、ちなみにお二人は自信のほどはいかがですか？いやもう全然 MVP 取る気しかないですよ。私はもう MVP は私しかいないと思ってますよ。これはもう結果が楽しみすぎます。いやめちゃめちゃ落ち込んでるじゃん。負けました。あんだけ自信あったのにね。二度とグルティしないです。敗戦の要因はわからないです。だいぶ素材整理も慣れてきてますね。はい。でももうディレクターの仕事は結構一通り覚えた？一通り覚えた気がします。あとタイアップ撮影とかがまだあんまり分かってないんですけど。みなくん入社して何ヶ月ぐらい？7月に入ってディレクターになったのが9月後でしたっけ。ちょうど2ヶ月ぐらいか。今11月の頃。はい。みなくん今は何を？今インターンシップを探してます。秋冬のインターンってことか。そうですね、はい。結構夏ベンチャー見たので今度は大手見てみたいなと思って秋冬のインターンを探してみたいな感じです。インターンシップってさ、何を受けたらいいかって正直わかんないなっていう。そうですね、僕もまああんまわかんないんですけど、例えばこのサイトはほとんどの人気企業を締め切りごとに分けてくれてるんで、面白そうだなと思ったところに飛んでいくみたいな感じで使ってます。どこら辺の企業見ようかなって感じ。例えばこの前は博報堂のインターン申し込んで、めっちゃでかい大企業とか面白そうな企業にとりあえず片っ端からまた出すみたいな感じです。もう本当このサイトマシめちゃくちゃ神で、イベントとかもあるんですけど、イベントにこのサイト経由で申し込むとお小遣いをもらえるみたいなやつがもうめちゃくちゃいいです。これ使ってない人はもう全員損してます、本当に。どういうイベント参加するの？例えばこのなんかインターシップのラボみたいなやつがあって、コード説明会みたいなのがあるんですけど、そういうのとかもこれ経由で行くとAmazon ギフト券もらえたりするので、事前予約っていう機能もあって、これめちゃくちゃ便利なんですけど、まだ本選考とかインターンが始まってない企業の事前予約して、で始まったらリマインドくれるみたいな機能があって、それもめっちゃ使ってます。めちゃめちゃ駆使してるね。はい、もう様々でございます。この長期インターンの応募とかもできるんだっけ？はい、これ長期インターンの応募もできて、まあ、僕はもうダイアリーでインターンしてるんで必要ないんですけど、オンラインのインターンとかもう全然探せるから、もう後輩とかには結構勧めたりしてます。いただきます。はいーす。あ、箸割れた。食べれる？これを逆向きで食べます。え、それから上から取ってくれば箸。確かに、切っています。ラーメンよく食べるの？ラーメンめっちゃ食べます。一人の時のお昼は大体ラーメンです。ひなくんって今就活やってる？週に2回ぐらい面接してる気がします。1回なんかモチベ下がったって聞いたから、はい、サマーで燃え尽き、そこからほぼ毎日ダイアリーの業務させてもらって、週に1回ぐらい面接とか面談するみたいな感じです。それはサマーインターンで特別選考パスとかをもらった企業を受けてってるの？サマーインターンのなんかそのままのルートのやつが半分ぐらいで、あとはベンチャー企業だけはなんか新しく探して受けるみたいな感じ。新しく受ける企業どういう基準で選んでるの？ベンチャーのエージェントみたいなのがあって、そこが出してくる企業のうちいいなと思ったところは受けるみたいな感じで、新しく見るところはもうほんとゴリゴリのベンチャー100人ぐらいの人数がいいかなと思ってて、まあ、それ以外はもう全部今受けてるメガベンチャーで包含されちゃうんで、まあ、なんかそんな感じです。サマーインターンで何社ぐらい見たんだっけ？13社参加したの。じゃあもう結構いろんな企業を見たから、新しい企業も見てビビッと来たら受けるかもみたいな感じ。あ、ほら、夏インターンは何をモチベーションで頑張れたの？3年生の夏は就活するもんだと勝手に思い込んでて、あと4年生になってからの時間を自由に使いたかったんで、早く終わらせたいなと思って夏頑張ってたみたいな感じ。働きたいのモチベーって どこから来るの？よくあるあるな成長欲求みたいなやつだと思うんですけど、うんうん、早くめちゃくちゃ強いビジネスマンになりたいって考えたら、早くやった方がいいよなって言ったらそれだけですね。なんで強いビジネスマンになりたいの？面接？本当なんか面接の回答みたいになっちゃうんですけど、強ければ強いほど求められるじゃないですか、大体、うんうん、で、なんか人に認められたいとか求められたいみたいなのがあるんで、まあそこで強くなったら求められるし、強くなったら自分も楽しいし、それでいいかな。
ダイアリーみたいなスタートアップめちゃめちゃに成長できると思うけどね。この部門頑張ってねじゃなくて稲山くん頼んだよじゃん。間違いなく。いやもう見てて思います。スタートアップの方が向いてるんじゃない。スタートアップの心配点はなんかモデルケースの人間がどれだけいるかみたいなところで、ことダイアリーにおいてはめちゃくちゃロジカル、めちゃくちゃ性格ひん曲がってるみたいな人がいないかなと思って、なんかそういうのになりたいと思うからこそ、モデルケースなしでそれになれるかと言われるとそんなことないと思うので、一旦それを探したいみたいなのはありつつ、多分4年生の終わりにならないとわからないなみたいな感じです、うんうん。なんでそのひねくれたというか、言い方によってはなんか自分を持ってるみたいな感じじゃん、はい、そういう人になりたいな。それはなんか自分の性格上ちょっとひん曲がってるとか思ってるので、うん、まあ、ここからまっすぐな人間に強制するのは無理だから、だったらもうこのひん曲がりをどんどんひん曲がっていこうかなってそんな感じです。お疲れ様です。入る？大丈夫ですか？ランチシーン。え、ご飯始まっちゃった？やめちゃいました。あ、食べたい。星くんから見て稲くんってどういう人？いや、性格ひん曲がってて、やっぱ曲がってますよね、はい、普通曲がってる人ってこうやってこう曲がるじゃないですか。稲くんはでもしっかり別に悪くない。独特。悪くない。そのまま戻ってきてるからまた。よっしゃ、ってことで、はい、店長のちょっと友達が来てるんで行ってらっしゃいませ。お疲れ様でした、これマジでありがとうございます。ゴミそのままつけて何言ってるんだ。人のご飯食べてる。お疲れ様です。今受けてる企業何社だっけ？今受けてる企業は5社。全部受かると思う。志望動機がガチガチに固めるっていう作業をすれば受かると思うんですけど、固められるかっていう問題ですよ。まあ、ごぶ自分次第。無難な回答だったな。無難な回答。じゃあ、まあ、ぶっちゃけ全部受かると思ってるんですけど。本気で思ってる。今受かろうと思えば受かると思います。おー、すごいね。調子乗りすぎですね。それは何から来る自信なんですか？仕事大好きでずっと仕事しますみたいな人間なんで、まあ取ってくれたら頑張って働くしってことで、取って損ないですよっていう。あ、そういう理由ね。はい、あとはマッチングの問題だと思うんですけど。今何してるんですか？今あのサムネの素材をどれを使うかを決めてます。大手 VS ベンチャーのやつね。はい、これが一押しで、真ん中にあなたの負けですって入れるみたいな感じで。あ、ちゃんとここに文字入れてるんだ。そうですね、一応分かりやすいように。で、下にもこんな感じっていうのをイメージしてます。他は泣きすぎてて微妙に伝わりづらいみたいなところあって、多分これかなと思ってます。めっちゃいいですね。ここまで何枚も選んで、はい、選定しきるこだわり。ここまでこだわりたいっていうのはどういうモチベーションから来るの？まあ、けどいいものを作りたいみたいな。けどダイジェストサムネってこれによってミルキューせるかうせないか変わっちゃうんで、あ、だから多分ここは特に時間かけてるんだと思います。もともと旬ダイアリーの視聴者で来てくれてるので、はい、そうです、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。もうカットだ。はい。したらお先失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。この後は、あ、この後サークル行きます。バドミントンサークル、はい、行ってらっしゃい。行ってまいります。いや、今日一日密着させてもらって、稲くんは本当就活もインターンもガチで手を抜かないなと思いました。ありがとうございます。今後どうなっていきたいとかはあるの？とりあえずどっかで働いてめちゃくちゃ働きたいなっていう、ただそれだけです。働くことがモチベーションなんだ。そうです。じゃあどこ行っても活躍できるね。間違いないです。言い過ぎ言い過ぎ。またあのこれからもよろしくね、はい、お願いします。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。